どうもこんにちは、こんばんは、パリピズムと申します。よろしくお願いします。今日はですね、そろそろ、シーズン22も終わりまして、シーズン23、合ってますか？シーズン23になってますかになると思うんですけど、まあそろそろね、新シーズンになるということで、また 4VC の、時期が始まりますね。グリフォンからか。なので、まあ皆さんスタダでやっぱ勝てる人勝てない人の、差があると思うんですよ。じゃあそれなぜ、勝てないのかについて、今日は、教えていこうかなと思います。貸したい貸したい、もうどうしても貸したいっていう方にね、必見、しっかり見ていってくれると助かります。まずですね、とにかくまず 4VC っていう連携をしっかり、した方がいいです。なので必ず暗号機の把握ねをすることと、あと一人必ず補助がいるとめちゃくちゃ楽ですね。例えばこれだったら今虫が必ず境界内を通るようにっていう VC をつなげるんですよ。そうすると今、チェイスしてる極限師のアサシンさんって方はここをチェイスルート通るよっていう風に言ってくれるから、そのチェイス通りに動いてくれるんですよ。で補助終わったらすぐ解読ってなると全然解読効率もめちゃくちゃ良きなんですよ。でこの今極限師の、ね、チェイスしてくれてる方はとにかく石像に当たらないで本体攻撃でもらうっていうことを意識してもらって、もうひたすら境界内グルチェをすることをずっと意識してやってますね。でまたここ行くから補助お願いって言われた時にひたすら補助しに行く。でとにかく解読加速を来るようにやるために最初からガンガン粘着するんですよ。ってすると今このちょっと編成重いじゃないですか、オフェンス祭祀って。それでも全然いいんですよ。全然回るし、結論解読回るし、解読加速来たらもう暗号機ってどんどん上がっていくんですよ。なのでそれを考えてやった方がいいですね。であと今から極限師さんがやることはただ一つ、暗号機から離れることですね。とにかく 4VC で一番大事なのも暗号機にとにかく寄せないこと、異常かけられないとか、もうシンプルな感謝置かれないとか、そういうところが重要になってくるので、そこも意識してみてください。はい。でですね、やっぱ 4VC って本当に連携だと思うんですよね。めちゃくちゃ連携やと思います。だからそこでなんか VC 何もせずに、ああ俺といつみたいな感じで、なんか結構みんな静かにやる方っていると思うんですけど、マジで貸したいならですよ、マジで貸したいならもう全員が喋るくらい、むしろまあ一人が完全に司令塔役っていうのも全然ありだと思うんですけど、補助する人はここに来てほしいとかしっかり VC で伝えてあげることめっちゃ大事ですよ。例えば祭祀だったらこの教会内のワープ貼ってあげるとか、ここにあるからここ来てとか言ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよ、チェイスしてる側からしたら。はい、っていうのを意識するとねめちゃくちゃ楽です。はいですね。まあマップによってやっぱチェイスしやすいとか粘着しやすいとかあると思うんですけど、結局初手念は絶対必要ですね。まあハンターによってそれは大事です。例えばチェイス粘着しにくい、いや粘着しにくいとか別にそんなないか、まあ、初手念は結構必要です。昆虫だったらまず初手念めちゃくちゃしていいですね。もうここに来てここに来てって言えばもう来てもらって粘着するっていうのでできるんで、はい。でこの試合もそうですね、もうとにかくこの極限師の方には暗号機によらないことをもうめちゃくちゃ意識してもらってってやってる感じですね。なのでどんだけね、例えば新規だろうが暗号機によらなければ2人で回せばこうやって上がるし、あとは自分がこういう風にね時間稼げばっていう話になるので、いや本当に連携って大事だと思うので、あと自分結構シンプルに大事だと思うのは楽しくやることっす。もうちゃんとワイワイやることも結構大事だと思います。4VC って2時間耐え抜くためにずっとシビアにもうここ回してここ回してってこうやってこうやってってやるのも結構大変だと思うんですよ。
だからちゃんと楽しくやっておくことも大事です。じゃないと体力続かないし、はい、で通電ですね、はい、でこれでしっかり今劣化で追われてるので、北下に流れる人と劣化でチェイスする人っていうのを分かれて、やっておくと、今後がね楽になっていくので、ぜひぜひやってみてもらうとね、クソめちゃくちゃ嬉しいですね。でここで鬼没入ったっての分かったので、全員北下チョコだーっていう VC になったので、こうやって離れていってますね、ハンターの方からっていうような形で1戦目、行ったので、2戦目またやるのでよろしくお願いします。それでは、はい、続いての、試合なんですけど、まあ、これは普通に、スターターではないんですけど、あのよ普通に大会の、4VC の、試合なんですけど、これ相手、橋田さんですね。もうめちゃくちゃお上手な方ですね。でこれも、やっぱ 4VC なので、まあ、今、虫チェイスじゃなくて他の人にチェイス行ったよっていう風にすぐに相手がどこにいて、あのここチェイス始まるからみたいなことを常に最初から言ってくるのが大事です。最初にここにいるから次ハンターがここに行くよとかもすぐ指令としてあげると、やっぱその 4VC する上で事故らない可能性が高いので、で今手を貸してっていう風にあると思うんですけど、ここでそうですね、また虫の補助してほしい時にね、補助するっていうのが大事なので補助します。やっぱここで攻撃2回振らせるっていうだけでもやっぱ距離も離れますし、いい補助にもなりますので、はい、でここでまたしっかりとね、サソリ君って方が、しっかりチェイスをして、もう石像当たらずに、またこのね、どうでしたっけ、このゲート前傘ゲートに突っ込んできてっていう風に指示をして、もらうことによってまたさらにチェイス伸びるっていう風になりますね。ここで祭祀もいるので、祭祀の補助ワープとかも、しっかり連携してやることによって、さらにチェイスを伸ばせることができる。もうこれを僕は全試合やってますね。もう常に初手念してっていう風に。でここでもうこれハンターさんもうまいですね。もう自分が補助するっていうの分かって、補助する間、この見てる間に、やっていくっていう形ですね。もうこれはもうシンプルにもう橋田さんがうまいなと思いました。これ石像一発目当てるっていうのはもう僕も全く予想できませんでしたし、であとはもうガラテアチェイスの時はもうひたすらただただもう石像避けるゲーミングになりますので、ここねめちゃくちゃ頑張ってもらえると、もうシンプルなチェイスです。やっぱ石像当たりやすいポジでチェイスするっていうのもシンプルに良くないですね。まあこういうところもそうなんですけど、やっぱガラテアに対しては開きでチェイスするとか、あまり当たらないポジションでチェイスするとね、めちゃくちゃ楽ですね。まあ、とにかく、VC はね、やっぱひたすら今自分がどこにいるのかっていうのをしっかり連携しておくとかね、そういうのがめちゃくちゃ大事になっていくので。っていうような形で、ファーストチェイスダウンですね。で、ここで存在感マックスなので、ここで大事なのはもうしっかりと救助職がちゃんと椅子前まで早めに近づいておくことですね。これも結構大事です。やっぱどこでダウンす、どこで釣られるよとかもすぐ、これ一番端っこじゃないですか。だけど傭兵さんって早めにも早めにもう近づいてくれてるんですよ。傭兵さんじゃねえや、再三か、もうとにかく早めに早めに救助準備していくことも大事で、この後はもう自分はもう椅子から離れることだけを意識し、あ、椅子じゃねえわ、暗号機から離れることを意識してやってますね。もう正直存在感マックスとかあってもう前ないので、なのでそれはもう意識してますね。とにかく暗号機から離れるってことを意識してますね。はい、でまた傭兵さんに救助来てもらって、で最後にここに結構大事なんですけど、ここに粘着キャラオフェンスがいるじゃないですか。ってなった時に重要なのが、最後の時に、オフェンスに寄って粘着をしてもらって、まあ、多分おそらく特質があるから興奮に切り替えられるとかあるじゃないですか。そうなった時とかにちゃんともう興奮に変えたイコール真逆のゲートには、多分届かないじゃないですか。これだって今この試合は多分興奮じゃないんですけど、要は
とにかく、みんなが出たいゲートから離れるんですよ、こういう時に。それを意識するともう興奮吐いた時点で勝ちチェイスになるんですよね。これとか、もうこれめちゃくちゃナイスよ、普通に。これはシンプルに、もうナイスだったんですけど。そうですね、だからこういった状況にもうとにかく椅子から離れる、最後のところはもう椅子から離れるとかね、意識するとめちゃくちゃ楽ですね。で最後の攻撃は本体攻撃とかね、もうそこ徹底すると何もかもが、勝てるんですよ。スタートってもうなんか10連勝して当たり前みたいな人 いると思うんですけど、何十連敗ってする人もいるんですよ。その差ってやっぱ VC の連携だと思うし、寄せないとかもそうだし、そういうところだと思います。なのでそれを気をつけてやってみるとね、めちゃくちゃね、いいと思いますっていうような感じで、今日の動画は終わりたいと思います。なんか 4VC とかね、わからないことあったら、ぜひ、コメント欄に書いていただけると嬉しいので、よろしくお願いします。それではありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。